じゃあ最後、ゆきろちゃん、はい、悩みありますか？あります。ある14歳で、何やろう。あるか。ポージングです。あら、ポージング。写真の時とか。はい、そうです。撮影の時にポーズを撮って撮影するじゃないですか。はいはい。その時にどんなポーズを撮っていいのかが分からなくなって、で事前に調べたりどんなポーズをしようと思って覚えるんですけど、忘れちゃって焦ってもう同じポーズしかしなくなっちゃうんですよ。なるほど。だから変わり映えがしなくて、ね、今よくやるポーズとかはあるの？ちなみに今一押しのポーズ、今自分の一押し、これですね。あー、これね、なんかよく見るわ。ありますね、でもこれも、うん、これね、はい、はい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 。じゃあ一人ワンポーズずつ、一人ワンポーズ、じゃあじゃあ一人ずつ、じゃあ真ん中で。じゃあもうそれこそグラビアやってるし、あ、もういい、どうぞどうぞ。やる気満々。やる気満々や、もうすごい。我こそは、我こそはと。じゃあ中野さんのポーズお願いします。いい、いい。どんどん行こう。はい、どんどん行こう。どんどん、パイレーツさんじゃん、パイレーツさん、うん、わー、あー、いい。ふわ様から指示が出る。怖い怖い。ふわ様からの指名やから。うえーセクシー。ふわ様、誰に行かしましょう。じゃあ、誰に行かしましょう。じゃあ、あ、マイティも、じゃあ、おすすめ。早いな、動きが。見たことないグラビアで。じゃあ、まこしも行ってきます。あ、私が行きます。私、ありがとうございます。ありがとうございます。見たことないんですけど、素晴らしい。ちなみにグラビアで見たことないです。ちなみに、あの、足ものポーズ。足ものポーズですね。はい、はい、足ものだと思ってました。はい、ありがとうございます。足ものポーズですか。はい、まこちゃん、同期として何かありますか？ポーズ、ぜひ、おすすめ。どうぞどうぞ。同期やけど、ゆきのちゃん、これ似合うんじゃないかな的な。どんどん行こう。え？うわぁ、すごい、エクソシストや。ちゃんとズボン履いてますからね。当たり前だろ。安心してください、何にも見えてません。エクソシストのポーズだ。素晴らしい、体柔らかい。エクソシストのポーズ。ゆきのちゃん、今見ていただきましたけど、よかったらお気に入りのがあれば、それをちょっとここで。はい、わかりました。気に入ったやつを、はい、お願いします。それだ。どうされました、プリンセス。ちゃんと足曲げて。ちゃんと足曲げて。もう一度、もう一度。はい、こうだ。あ、どうぞ。ちょっと足開いて。厳しい。ちょっと足。厳しい。これでいかがでしょう。いいですか。ありがとうございます。何をする、礼を言え、礼を。礼を。ありがとうございます。ということで、素晴らしい。